皆さん、こんにちは、トリピです。ということで、今日実はね、僕誕生日なんですよ。なので、自分への誕生日プレゼントということで、こちら購入してきました。まあ、サムネで分かってると思うんだけど、ポケモンセンターでポケモンカードをね、結構大量にパックを買ってきましたと。これぐらいサムネに載ってるパックだけではなく、追加でね、ホビーステーションでは、安くパックをね、売っていたんで、1パック100円で売ってたんで、この VMAX ライジングと爆炎王冠、さらには、そのホビステで100円オリバーみたいな感じで、それもあったんで、それも、購入してきました。ということで、今回ですね、ポケガの神様をね、僕に微笑んでくれるということで、これをね、怒涛のパック開封して、普段の、そのパック買いボックス買いじゃないんで、いつもの30パックに1枚の確率より多く入ってる可能性があるというか、多く入っているんですよ。だって俺誕生日だから。そのくらい、まあ、もしかしたらね、1枚も入ってない可能性もあると。なぜならパック買いだから。ということで、早速やっていきます。しょ、はい、並べました。こう見るとかなり量あるんだけど、でもってね、みんな見てほしいんだけど、これポケモンセンターでさ、トリポケモンスリーブ売ってたから買ってきたわ。これがめちゃくちゃ可愛くない？保存用と使用用で。とりあえず、新しい診断から順番に遡っていこうと思うわ。まずは伝説のこと。これは一応1ボックス20パックで、今ね、15パックあったから、SR 以上枠が当たる確率は 75% とかなり高い。俺はね、やっぱウルトラレアのヤリウタンとか欲しいと思ってんだけど、一応アメージングレアがこれあるから、アメージングレアも1ボックスに1枚、つまり 75%。まあ、その2枚とも出せたらかなりいいんじゃないか。ということでやっていきましょう。はい、それじゃあ1パック目から順番に見ていきたいと思います。今回はね、かなり、いきなり、いきなり当たったんだが、石炭山の SR、 やばいって SR 以上枠、しかもだよ、今回パックで本当に適当に取ってるから、まだまだ SR 出る可能性があると。これ2枚 SR 来たら、マジで俺本当に神だぞ。マジで神が来るぞ。これ今回はこれあれだね、伝説のことをあれだよね、何だったっけ、レア確定なんだよね。レア確定なんでね、おいおいおい来ていく。いや、これはかなり嬉しい。これはかなり嬉しいぞ。ピント合ってるか、ちょっと一回ピント合わせるか、ちょっと待ってね。はい、じゃあ続きやっていきましょう。どんどん行くぞ。ここら辺で多分ピント合うようになってるはず。どうしようかな、これ1パックずつ、1パックずつやっていいのかな。なんかテンポ的にすごい遅いような気がするから、あとはアメージング、とりあえずアメージング、まあ SR でもいいけど、 SR、 あ、マリー、まあマリーはあり。ピント合ってるよね、ここら辺がピント合うようになってるから、もうちょっと近づけた方がいいのか。うわー、来ない。ポプラデンチラ、いや、まだあるぞ。まだ3分の2、あと5パックある。アメージング、ジラシ来い、ジラシ、うわっうわっ、ハガネイル、これは GX 枠ですね。 GX 枠、確かに GX 枠少な。 GX 枠もっと出ていいんちゃうか。さあ、おねえ、うわ、来たよ、うわ、ハガネイルの SR。 あ、でも SR2 枚はこれ確率超えたな。しかも15パックだからね、 75% の確率を完全に超えていく。あとはアメージング出てくれたら。いや、そんなこと言ってまだ SR の石炭山来ていいぞ。違う、ヤリユータン来ていいぞ。ヤリユータン来てくれ、お願いだ。さあ、ラスト1パック、えいえい、まあ、でもいいでしょ。 SR2 枚、ただ SR の中で、まあ、いや、でもハガネル持ってなかったからかなりいいよ。さあ、続いて無限ゾーンの開封です。14パックありました。これはですね、 SR 以上枠が当たる確率は 46% ぐらいになってしまっているが、まあ、やっぱね、一番の狙いはウルトラレアオペラ編ですよ。はい、じゃあ1パック目から順番に見ていきます。はい、ムックル来て、おー、いきなり来たよ。 GX 枠だけど、かじり神さんが当たっていく。いや、これは幸先いいんじゃない。これもね、結構いろんなところから取ったから、本当に SR 何枚出てくるか分かりませんよ。ポケモンカードさん、僕誕生日なんです。ちなみにね、このポケモンカードね、買ってる時に俺、まあレジでね、これ、まあ 1パックずつ順番に、おー、入るか。あ、しかも取り使いも出てくれた。これはかなりありがたい。女の店員さんがね、1パックずつ全部レジ通してくれたんすよ。そしたらなんかね、ごめんなさいね、ボックスも行きますけど、みたいな感じのことは言われたんだけど、すいません、ちょっとパックでお願いします、みたいなこと言ってたら、お姉さんね、そうですよね、なんかパックだと高確率で当たる可能性もありますし、楽しいですよね、みたいなこと言ってくれて、マジでね、ポケモンか、あ、もう俺その人のこと好きになったわ。あら、SR 来てないよ。47% だったっけ ?47% いける。47ならいける。来る来る、うわー、GX めちゃくちゃ出てくる。
GX 全部揃うんじゃないかって勢いで出てきてるけど、かじり金、ヘルガー、ボーマンだ。さあさあさあ、お願いお願いだ、来てくれ。こいつ、あはははは、あはは、あでも、うれしい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 、 V はダブル、トリプルレアも出ました。トリプルレアも出ていく。残り2パック。さあ、SR 来るか。来ない来ないって、よっしゃー、めっちゃ出た。 GX さん、めっちゃ出た。さあ、続きまして、爆炎ウォーカーです。このマルユグレさんはね、もうかなり強くて、今環境とかにもね、居座ってるカードなんだけど、まあこいつが出てくれたら嬉しい。これの SR とかね、あとは VMAX の、まあ、HR とかそういうのを狙いつつ、さあ、ちなみに SR 異常枠が出てる可能性は、50%、 15パックなんでぴったし 50%、 2分の1であると。はいはいはい、いきなりバイバイバタフリーちゃんが出てくる。そっか、爆炎ウォーカー枠か、バタフリーが入っていたのは。はい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 、まあでもどんどんいくよ。まだまだかなりね、かなりパック数があるんで、いつもよりも急いでいかないと時間が長くなってしまう。入っている、ガラルマッキョちゃん、ガラルマッキョちゃんが入っていく。 SR が来てほしいんだよ、 SR が来てほしい。いや、アーマーガーのさ、アーマーガーかなり面白いと思うんだけど、結局まだアーマーガー使ってさ、俺対戦とか上げてないんだよね。はい、怪しい缶詰のウルトラレアもそういえば入ってるわ。怪しい缶詰のウルトラレアも俺持ってないから、怪しい缶詰は割とありだな。はい、お願い、誕生日当たるだろ。待って、やばい、ここで50%を前に2回でも外す、2回連続で50%外す、うわー。はい、続きまして、反逆クラッシュです。どんどん遡ってる。まあこれね、14パックしか買ってなかったんだけど、正直ね、もっと買っといてよかったって後悔してね。これはボスの指令が入っているんで、まあそこだね、まあマジでボスの指令。あとは SR 枠っていうか、ポケモンでは俺は私らが欲しいかな。ウルトラレアクでもね、高騰してるつか、まあ使用されてる回数が多い回収ネットとかもここに入ってるんで、回収ネットのウルトラレアとかが当たったらかなり嬉しいよ。さあ、それじゃあ見ていきましょう。さあ、ボスの指令は出てきてくれるのか、本当にそこだけ。普通にボスの指令が欲しすぎる。まあノーマルとかレアの方では、あ、キャプチャーエネルギー、これあり、キャプチャーエネルギーもここで当たるのか。ボスの指令はもう普通にノーマルでも3000円ぐらいするからね、それ1枚当たってくれただけで、俺はそれが元を取れるという、そういうわけですよ。おおおー、タイレーツ V、 いやまあでもタイレーツ V はかなり可愛いから、ただ SR 来ねえな、 SR 以上枠が来ねえな。お願いだ。あ、ツールスクラッパーも普通にある。ツールスクラッパーここじゃないよね、確かウルトラレア枠は。さあ、お願い、おないよーのー、 VMAXいやでも嬉しいな。お願い、ボスの指令、いやー、ダンベイじゃないんだよな、ボスの指令の方が欲しいんだよな。お願いします。いや、もっと買えばよかった、こっちもっと買えばよかった、ポケモンカードが足りねえ。はい、うおー、タイレーツ V2 枚目なかなかないよ。で、ホラー超エネルギー、 SR 以上が 50%、 あとはどうなるか。はい、ちょやった、え、ボスの指令の HR 当たった、いったハッピーバースデートリッピー、ハッピーバースデートリッピー、ええ、マジですごくない、これはすごいぞ。これちょっと待って、これスリーブリオ、これスリーブリオ、 HR か、 HR は初めてだな。俺ね、 SR2 枚シングルで購入したんすよ。だから SR4 枚揃いたいなとは思っていたんだけど、HR は HR ですごい嬉しいぞ、これ。ありがてえ。かっけえ。まあそうだね、1枚ぐらいは持っといてよかったはずなんで、つか持っといていいはずなんで、ボスの指令の、これの HR はかなりありがてえ。いや、これから対戦動画とかで使おう。まあでも HR ちょっと見にくいんだよね。まあコレクション用として置いとくのもありかもしんないね。さあ、いやでもこれあれだから、パック買いなんで、いろんなところから取ってるんで、まだボスの指令出る可能性あるよ。まあ、でもいいでしょ、これは。50% の壁超えだよ。さあ、そして続きまして、VMAX ライジング15パックでございます。SR 異常枠が当たる確率は 50%。ちなみにね、でもこれね、ウルトラレアのトップレアとかは、俺ね、オリパとかでね、当てたことがあるんだよね。大きなお守りであるとか、あとは、まあ、モスのは普通に確かパックで当てたかな。だからね、あとはまあ、ツインエネルギーが欲しいぐらいかな。まあ、そんなに多分当たり枠も、大きいわけじゃないんだよね。ちょっとしょっぱいかなっていうイメージ、他のやつと比べたら。まあだからこそ俺が当てていく可能性はあるんだけど、やばいな今ね、結構まあボスの指令、おーよよ、あ、パルスワンあり、パルスワンはパ
パルスワンちゃんはなんとダブルレアでもそこそこかなり値段がつくいいカードでございます。ターフスタジアムいいよ。そうか、パルスワン入ってんのか。パルスワンの SR 欲しいな。パルスワンの SR はいいぞ。俺普通にシングルで1000円ぐらい買ったけど、おお、インテレオン VMAX。 やっとここでダブルレア以上が引けるようになってきた。お願いだ。いや、SR とりあえず欲しい。マジで 50% なんだから。あ、タルップルにタップルバケツ、悪くない。さあ、なんか来てくれ。たっぷりバケツ2枚連続、このままたっぷりバケツ来るぞ。はい、おお、いや、クワガノンか、クワガノンか、お願いだ。俺の今年1年の運がかかっている。もうこれでスタートするようなもんだからね、俺のこの今からの1年。いやーおーいや、まあ 50% の壁超えたんで、ヤローちゃんが、出てきてくれました。いや、これは嬉しいよ。 SR とりあえず出しました。いや、これ勝ったっしょ。本当は残り15パック買わなくてはいけなくて、その中に SR 入ってないってことだから。でもって、多分これは俺の予想なんだけど、これポケモンセンターで買ったわけじゃないから、もう SR 来ないんだ。あ、ゴリラ来た、ゴリラ来た。もう SR は来ないんじゃないかな。まあでもそれでもいいでしょ、それでもいいでしょ。はい、オッケー。まあでもとりあえずヤローちゃんの SR 出たんでね、俺持ってたような気がするな。 HR だったかな。さあ、ここで休憩がてらちょっとオリパーを開封していきたいと思います。これね、めちゃくちゃ安いから全然期待しないでください。1パック100円のワンコインオリパーなんだよね。今当たり枠出してると思うんだけど、まあクイックボールとかも普通に当たりますと。だからここら辺が当たったら、あとジラーチ2枚セットとかかなり量多いね。あとはリザードンとか、まあドラパルトとか2枚セットとかが当たり枠にあるような感じで、あとね、マリーが2枚、ボスの指令が4枚ぐらい入ってるかとか、そこら辺が、俺そこら辺を狙いたいんだよね。で、内容はこれぐらいありました。その中の20パック取ってきました。とりあえずは当たり枠にあるようなカード2000円分だから、1枚でも出たらいいかなみたいな。やっぱね、ポケモンカードのね、オリパね、すごい高いのも買いたかったんだけど、今はね、そんなね、なかなか売ってない状況なんだよね。はい、あー、まあやっぱこういう感じだね。まあ普通のポケモンカードのパック、おーおー、まあクッチーと最近よく使われるから、まあこれ100円はまあまあもしかしたらありかもしれない。おー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 、なんだ、あ、これ嬉しい。持ってないカード来た。アバフォーラー、ポケモンジム専用のやつだね。まあそんなに多分強くはないだろうけど、持ってない GX 系は割とありだよ。はい、で、ババンサフリーですね。まあこうやってね、やっぱなんだかんだで、なんか今はオリパの方がもしかしたらパックより可能性がある。ポケギア、あー、ここら辺はまあまあまあそういうだよね。はいはいはい、お願いだ。当たるだけ。いや、俺は出るような気がする。いや、入ってるはずなん、あ、ニャスパーミラーカードだ。入ってるはずなんだから、俺が引いてもいいじゃないか。正直そんなに期待はしてないんだけど、オリパの確率ってなんかパックよりもなんか低いイメージ。すごいよ。ホップ尽くしに、ホップ尽くしになってる。オリパの確率はなんか、やった。HR 来た。当たり分けじゃんこれ。 HR クチート、魅惑のインク、あ、これ嬉しいよ。普通にあれだな、この当たり枠一覧には書いてなかった。多分上記以外に入ってるよって書いてたから、多分そこなんだと思うわ。あと今見たらボスの指令のレアがね、すげえ入っていたから、積んで入っていたから、それはもしかしたら出る可能性あるんじゃない。そんなにあるのであれば。はい、はい、アーゴヨン GX 当たっていく。さあ、そして今のところクチート1枚だよ。まあでも2000円だからね、クチート一応 HR だから、まあ、そらー、おー、かしり亀 VMAX、 まあ嬉しい、強ー、おー、ディアルガー。さあ、これはやっぱ100円じゃダメだ、さあ、続きまして、だんだん少なくなってきた層でございます。これ結構買ってた、24パック買ってました。 SR 以上枠が出る確率はなんと 80%。 逆にこれを外して1枚も出なかったら、かなり運が悪いと言ってもいいんじゃないでしょうか。だから、まあ、間違いなく1枚は出ると。なんだったら今2枚3枚ぐらい出していくと。で、俺は、狙ってるのはやっぱりね、なんだかんだザシアンなんだよね。ザシアンのウルトラレアが、まあ、トップレアになると思うから、それがね本当に欲しい。だから買った。さあ、じゃあ行きましょう。どんどん行くぞ。俺は絶対に負けない。この誕生日動画を神動画にするんだ。ザシアンを引くしかねえ。あのね、ポケモンカードの ソード&シールド環境って、実はね、やっぱパッとパック見て思ったんだけど、あ、進化の方向いいね。あの、やっぱシールドとソードは結構ね、今でも、あ、いいね、博士の研究。今でもね、値段つくカードとかトップレアがいい、当たりのパックの部類に入ってるわ。
なんか逆にこの後に出てきたさっきのここら辺のやつの方がそんな当たりカードのないハズレパックになってる説はある。だから正直ね、まあ、大当たりとかを狙うのであればシールドがいいと思います。でもって、まあ、小当たりあのザシアンとかを狙ったらかなりそれだけでも元が取りやすいのはやっぱりあダダリンありダダリンありダダリンありこのソードかな。あとは反逆ラッシュだね。ボスの指令が入ってる。おーラプラス V マックス、ラプラス V マックスも当たっていく。さあいいよいいよ、 SR とりあえず来たし、おーっと早くないか。今度は石変人 V、 石変人 V を当てて、さらにはい、うわー博士の研究か、今一瞬 HR の輝きに見えてしまった。はい、あ博士の研究大きな森、博士の研究大量、でもレアだからここでしか多分レアの博士の研究手に入んないんで、あの枠が光ってるやつね、結構もろもろはあの博士の研究はスタートデッキとかにも入ってるんですけど、それノーマルなんで、やばいちょっと待って、でも大丈夫大丈夫大丈夫、お願い、いやーラプラスのマックス、いやーやばいやばいマジでやばい、ほんとにやばい、うわーやばい、いやあと3パックしかないんだが、 SR 80%、 うわーラプラスか惜しい、あ違う、あと2パックある、あと2パックある、あと2パックあるぞ、お願い、うわーしゃ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 、ザシアン、なんとか耐えた、なんとか耐えた、あとはうわーっしゃーよっしゃ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 、博士の研究、博士の研究を立てていく、オッケーオッケーオッケー、まあ、ここら辺無理だね、いやこれは嬉しい、ね、しかも、マジでなんかなんだ、なんていうのかな、狙った SR が出てくれたら嬉しいよ、これ SR の枚数的にはなんかバグってはないけど、かなりあり、かなりあり、かなりあり、まだ一番最後、ベインが残ってるから。はい、それじゃあ、シールドを剥く前に、ちょっと3パックだけね、サン&ムーンの、パックも買っているんで、オルタージェネシスとかね、あとはドリームリーグであるとか、ミラクルツインね。まあ、ここら辺を見てちょっと行きましょう。まあ、これはちょっとおまけだね。はい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 。まあ、当たってくれたら嬉しいかなーっていう。もしかしたらワンチャン出る可能性もあるからね。さあということで、ついにやってきましたよ、シールドの時間でございます。まあメインだ、メインっていうか、まあ、ここが、まあ、今までの中では一番ね、このもう全部のパックの中でもトップレアに近いカードが入っていると、クイックボールのウルトラレアだね。なんか、シングルカードの相場とか見たんだけど、結構ね、全然もう店とかにはほぼ売ってなくて、売ってるとこでももう8000円超えてたね。なんか多分初動とかだったら多分そんなにまだ行ってなかったから値段は上がってる感じになるのかな、クイックボールが。それをもう絶対に俺は当てます。あとはここはね、なんとマリーちゃんの SRHR も入っているんで、まあそこを当てていくと、そのどっちかをもう絶対に当てたいという強い意志で40パック買ってきたわ。早速1パック目から順番に見ていきましょう。もう俺はここで決めるぞ、これ最後です。本日おい、いきなり調子いいぞ。まずはカビゴンが出てくれた。俺これ多分シールド5ボックス以上、おっとおっと、いきなり SR 枠のカビゴン出していく。これは幸先いいぞ、これ 1.5 枚以上もうまだまだ出るからね。うわいよいよいよい、マリーちゃん出る、かわいいかわいい、マリーちゃんを出していく。さあいいんじゃない、 SR いきなり出たよ。おー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 、どうしたトリッピー、シールドくんの運が良すぎる流れが来ているか、これマジでやばっただ SR の中では外れ枠じゃないけど、あまりなんかめちゃくちゃテンションが上がるカードじゃないところだけがネック。そしてこっから全然、いやでも、すごいすごい勢いで出ている色、あのねシールドね、本当にいろんなところから取ったんですよ。やばい、クイックボールあるのか、そうだクイボが出る、マジクイボ普通に嬉しい。今のところ一番クイボが嬉しいまである、一番食い棒が嬉しいまであるぞ。でもやばすぎる、レアが出すぎている、これこんなことが、こんな本当に誕生日補正入ってないか、ゾーン入ってる、もう2枚出たんだけど、うん、運がついている。あ、食い棒2枚目出た、食い棒2枚目出た、あ、嬉しい嬉しい嬉しいすごいシールド、いやこれだよ、俺が求めていたのはこれだ、エールダの下っ端だね、 SR 枠他には。はいはいはい、ちょっともしかしたらなんか後半失速しそうな感じする、さすがに。
俺ポケモンセンター池袋で買ったんだけど、もしかしたら池袋のシールドからレアを全て抜いた男になるかもしれない。やばいよ、子供たちがお小遣いを握りしめて買う子供たちが泣いちゃうよ。俺が、いや、出なくなったぞ、出なくなったぞ。出していけ、いや、出る、これ来たー、イエスさん、2枚目、すごい勢いで出てます。あ、メダル操作ありだね。あともう1枚ぐらい、正直クイックボール欲しいね。クイックボールあと1枚来たら俺はもうマジで嬉しい、喜びます。ウルトラ、うわー、よっしゃー、クイックボール、しかも采配やりユーザーも来ている。クイックボール3枚、こんなに出たっけクイックボールって。運いいんじゃない俺、もしかしてめちゃくちゃクイックボール抜いてない。普通に1ボックス買って1、2枚。おお、カビゴン出てくる。さあそろそろ、え、でもね、正直ね、 SR はね、もうね、確率超えたんだよね。期待値超えてるんだよね。 1.3 枚しか出ないといけないって言ったのに、もう冒頭で、いや、なんか全然開けれてない。下手くそか、トリッキーさんは。カードを開けるのが下手くそ。いや、ただこういうのからしっかりと出していく。モルペコすげえ勢いでレア出てくるな。本当は5枚ぐらいだよ、1ボックス買って。まあでも40パックだからプラスで買ってるから、でもそれにしても多い気がする。いや、お願い、 SR お願い、来て、あと1枚でいい。そんなになんかオーカーを望まない。それがクイックボール。マリーでもいい。マリーでもいい。いやー、お願い、あと何パック？俺の誕生日が終わっちゃう。あと2パックで俺の誕生日が終わっちゃう。でも最後にソーダ出た。最後です。トゥン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 。はい、ということで、今回のね、僕の、まあ、自分への誕生日プレゼントとして買った大量のパック開封結果になりますと、いや、正直ね、ここら辺がね、めちゃくちゃ嬉しい。つか、ハンゲクラッシュで、このボスの指令の HR を出してくれた。まあ、これはもう正直、もう誕生日効果と言っても、過言なんじゃないでしょうか。でもってね、多分ね、SR 枠自体はですね、多分確率出たら4、5枚出たらいい方だと思ったんだよ。30パックに1枚ぐらいだから。ただ、1、2、3、4、5、5、6、7か。だから2枚ぐらい上振れてるような気がする。まあ、これはオリパだから関係ないんだけど、そうだね、2枚ぐらい上振れた感じになってるかな。個人的にはね、かなり運が良かった方の部類になってるんじゃないかなと思います。まあね、パック開封のいいとこって、こうやってノーマルカードとかで他のデッキが組めるんだけど、まあ C って言うならトリッピーさんね、ここに関してはもうカードほとんど持ってるんで、まあシングルで買った方が、多分安かったです。はい。ということで、ここまで動画を見てくれてありがとうございました。また、これからのトリッピーさんのポケモンカード開封も見てくれたら嬉しいです。じゃあな。